今日の仕事は辛かった。あとは昇給を煽るだけ。どうせ山谷のドヤ住まい、他にやることありゃしねえ。一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい。泣いてみたって何になる。今じゃ山谷がふるさとよ。工事終わればそれっきり。お払い箱の俺たちさ。いいさ山谷の立ちんぼ。世間恨んで何になる。人は山谷を悪く言う。だけど俺たちいなくなりゃ、ビルも道路もできやしね。誰も分かっちゃくれねえか。だけど俺たちは泣かないぜ。働く俺たちの世の中がきっと来るさ。そのうちにその死にゃ泣こうぜ。嬉し泣き。はい、こんばんは。今夜もね、山谷ブルースを歌いました。2017年12月の13日水曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。あ、今日はちょっと遅くなっちゃったけどね、しょうがないね。もう昨日夜が明けてね、金木曜だからね、仕事だからね、短めに行きましょうね。短めなんだもん。今日はね、ちょっとね、今日帰りに、ね、近くのコンビニに寄ったらね、うまそうなのがあったんで、それを食べようと思って、近くのコンビニに行ったらね、近くのコンビニに行ったらね、なんだこれ、これがあったんだね。豆腐を入れてさ、煮るだけで、これ、どこだこれ。味の素の。今日はこれを食べようと。あ、こんばんは。チロさん、ヘイさん、ルナさん、どうもね。こんな遅くに、小松崎さん、どうもね。遅くにありがとう。今夜はこれ行こうと思う。いいかな？はい、動いてから配信具は。大丈夫？固まっちゃった？なんだ、大丈夫ね。はい、どうもね。動いてんね。あ、よかった。ちょっと固まっちゃったかな。大丈夫？なんとか動いてるね。いや、いっぱいいっぱい？どうも。今日はこれを食べようと思います。いや、固まっちゃったか。固まってる？こっちよかった？固まってる？少し。どうも。どうもありがとう。今日はこれを食べようと。でも配信。どうもありがとうね。固まっちゃったかな。でも全然動いてない。でもこんな、今日はこれ。これを食べようと思います。お豆腐で作る。豆腐だけ入れてってやつ。うまそうだったんで。200円ちょっと、200円弱だった。遅いけどね。動いてるかね、映像。全然動いてないね、映像ね。あら、動いてる映像。大丈夫？ジローさん動いてる？僕だけか。スマホで見てみて、スマホで。スマホでちょっと。僕のパソコンが動いてないんだ。僕のパソコンが。スマホで確認してみようか。どうかな、見えてるかな。こんにちは。ありがとう、ヘイさん。こんにちは。ガガンボンさん、どうもね。今夜はね、これを食べようと思います。ちょっと。あ、見えてる、動いてる、動いてる。どうもありがとう。動いてる、よかった、よかった、動いてる、動いてる。
今夜がガンボさん、遅くにありがとうね。今日遅くなっちゃった仕事でね。たまたま近くのコンビニ行ったらね、美味しそうだったんで、たまたま家にね、ちょっと豆腐が一気あったからさ、メスティン豆腐入れて、これ入れて食べようと思う今日。たまたまね、セブンイレブン行ったらこれ売ってたんで、美味しい、豆腐一気で煮て、美味しそうだったんで。あ、どうもありがとうね。うん、これ食べよう。豆腐、ちょうど切れてる。で、多分量的にいっぱい、これでやってみないと思う、これ。通常メスティ。多分足りると思うんだ。うん。いっぱいいっぱいになっちゃうと思うけど、なんとか。うん、で、これに豆腐を入れて煮るだけってやつ。うまそう、これ。生姜、お豆腐、銀杏、生姜スープ、ハトムギ、大豆入り。これ入れて。強くないよ。うん。これで、で、豆腐だ。もう切れてるからね、これね。切れてる焼き豆腐。本当だ、切れてる。これ前に赤ほど豆腐、焼き豆腐。多分足りると、多分溢れないと思うんだ、これね。味の素の生姜スープで煮るってやつ。多分今日量的にちょうどいいと思うんで。豆腐を煮るだけってやつ。うまそうだったんで買ってみたんだ。あ、ほんと豆腐一丁ちょうどいいだ。あ、これで、うん。なかった、溢れなかった。これで煮るの。今日はこれね、味の素のこういうやつ。これがコンビニにあって美味しそうだ。豆腐一丁入れて煮るだけって書いてあったから。やってみます。ありがとう、ギローさん、やってくれて。うん。うん。あ、まあ、じゃあこれをまたアルコールバーナーにかけてあります。何分ぐらいだ、入れて温まるまで加熱なんだね。何分とか加熱なかった。じゃあ入れようか、アルコール。燃料入って、まあ足りる、ちょっとそうね。トランジラに燃料補充して、こんなもんでいいかな。はい、ありがとうね、ルナさんね。うん。こうやって。ああ、明日も仕事だからね、早めに。じゃあ、豆腐スープ。豆腐入り生姜スープ。味の素のあれ、レトルトのね。これでさっきの。これね、こんな感じ。ちょうど焼き豆腐いっちゃったんで。味の素のこれに焼き豆腐一丁入れてアルコールバーナーかけました。あー疲れた。あ、消えちゃった。やっぱ消えちゃったんですけど、アップされた。うん、ちょっと高まってからがいいかな。前に外の穴から出てから、こんな感じね。うん、でこれでいいだろ。よし、じゃあこれでグツグツいくよ。じゃあ豆腐スープで、あー疲れた。今日は豆腐スープね。うん、どうもね、ありがとう。遅くにありがとうね。今日も遅くなっちゃった。多分明日も遅いと思います。多分間違いなく明日も遅いと思うが、しょうがないね。疲れた。グズグズ言って。じゃあ、この、じゃあ、一杯つ、これでやってると、缶酒飲めないんだよな、ここで缶酒はな。冷やでもいいや、今日はな。まだ、ね、こう、
通の塩で一杯飲もうか。常温で。缶酒はちょっとアルコール分使ってるからな。じゃあ一杯持って、今日の一杯持ってくんね、今日の一杯。今日は深夜で日本酒コップ酒コップ一杯飲もうか。男たちの酒。あどうも。鍋スープ。あいやじゃあもう一回、うん、見せるよ。もう一回滑っちゃった。見せるねもう一回滑っちゃった。これね、こういう感じ。ルナさん見せるね、これ。今日はこれに豆腐入れて、焼き豆腐入れて。味の素ね。味の素ね。こういうやつ。豆腐を入れて煮るだけってやつ。電子レンジって書いてあるけど、電子レンジか、まあ煮てもいいよって。豆腐、わかった？ルナさん。わかったかな？わかったかな？こういう袋です。もう上は切ったから開けて。電子レンジの豆腐入れて3分ね。今日はこれで。じゃあコップ酒飲もうか。コップ酒。こんな無理で今日は一部いい大丈夫よありがとういえいえ大丈夫よはい乾杯今日もコップだけ今日は常温でアルコールまだこっち使ってるからさねはい乾杯あーどうもね、うん、あーでもすぐ夜が明けて木曜だもんな木金どうか今週は天気いいみたいで良かったね。天気はいいみたいだね、今週はね。全般にね。うん、天気いいみたい。楽しみだ、僕、今度も。なんか、あれ買っちゃって、もう3万6千円のさ、まあ、また言っちゃうけどさ、ウルトラライズ買ってからさ、僕、歯止めがき、高い点と買うようになっちゃった。3万6千円と比べてみたらさ、安い、2万円で安いけどさ、ね、でも今度。なんだっけ今度届くのね。あれ楽しみだ。うん。なんだっけあのメーカー。あのメーカー。もう一回、もう今週の、今度日曜に届くように手配してある。夜の6時ぐらいかな。うん。多分届くと思う。あ新しいテント。アウト、僕、結局、電車と徒歩だからさ、でかいのじゃない、コンパクトを追求した意味で。うん、あれはか、あれ男の人いたじゃん、あれとカップルだからね、あの人。あれはカップルできたの、あの二人。うん。
もう一回やろうか。今度、もう購入手続きして、今週末に届く予定のテント。ヤフーショッピングでもう一回確認して。楽しみだな、ほんと。また、もう電車と徒歩だからさ、でかいテントよりもああいうコンパクトにこだわってんの。最初に買ったモンブルのウルトラライトの技術式ツールとか、今度届くっていうのが、もう豆腐に入れてね、なかなか。今日は味の素のスープと豆腐に入れてね。うん。もういい香り。なんだっけ、そう、ライベン荒井テントってとこのビビーシェルターってやつ。よかったら検索してわかるよ。ライベン荒井テント。ライベンね、ライベン荒井テントっていうとこのビビーシェルター。それをね、もう届くの楽しみでね、2万円ちょっとで買ったんだ。6万9千円ですよ。分かった？この6万9千円です。6万9千円。もうちょっとか、豆腐に入れたらって書いてある、袋には。電子レンジの場合は3分って書いてあるけどね。鍋の場合は、スープを加え、温まるまでだから。んな感じよ、この。ああ、こんな感じ。ランチメスティンに合うサイズ、よかった。こんな感じです。まあ、そうです。焼き豆腐、温めれば出来上がりって書いてあったね。おお、ほんとだ。で、コップだけ。じゃあ、豆腐スープで。豆腐鍋かな？ね。うまそうだったんだ、これ買ってみた。これな、いろいろ、このシールいろいろあるみたいな、あれね。なんか一品使ってなんか作るってやつね。まあ、小鍋立て的なやつだね、小鍋立て。ライベン、荒井テントっていうメーカーのライベン。おお、グズグズいついたね。もういい感じでしょ。もういい感じ。いってみようか、豆腐。焼き豆腐入れました。あ、湯豆腐だね。要するに湯豆腐だね。焼き豆腐は崩れなくていいよな、これ。やっぱ熱燗やろうか、熱燗やろう。これはこれに置いといて、熱燗やるね、やっぱり熱燗。熱燗やるよ、熱燗。熱燗やろう、やっぱり。熱燗するね、やっぱり。燗酒。
これで神崎やろうか。このちっちゃいクッカーで一個これで、やっぱ扱いやろう。やっぱ神崎なので神崎にしよう。これ入れちゃうか、やっぱ先に。やっぱ扱うし、扱うする。やっぱり寒いやな。めんどくさかったけど、はい、どうも。そう、分かった。ライベン、ライベン洗えてんとってのライベン。そう、始まった。ああ大丈夫。復活しました。豆腐スープはこんな感じだ。豆腐。じゃあ、アツカンと豆腐スープ。メスティンの方で。まあ、豆腐スープもういいって感じだ。うん。いなかった。秋坊さんはいなかった。これはこれいいね。普通の一風変わった湯豆腐って感じだね。うん、ちょこっとだけの話は少しだけね。うん、どう思って挨拶程度ね。するともう60で、あっという間じゃ60なんか。もう15年だもん、あと。だってもう15年だって、ネット始めてもう15年ぐらい経ってんもんね。あっという間だと思うよ。あっという間。うん。サービスがあるかどうかね、これ。15年後もね、こういった動画配信サービスがあるかどうか。うん。わかんないね。ああ、豆腐。まあ、一風変わった湯豆腐、これね、一風変わった湯豆腐だね、湯豆腐ね。ます。うん、生姜だから温まるんだね。豆が入ってんだ。豆ね。豆。どうもありがとうね。
あとは脱毛さんの福島で飲んでるって、あと僕も見た、登録してからさ、あれ、脱毛さん福島で飲んでるってあったよね。あれ、大阪の隣だね、福島ね、環状線で。もうちょいだ、考えても。こんばんは、もぎさんの、今日はね、豆腐だよ。今日はこんなので、湯豆腐にしてます。これをこんな、こういうの、味の素のこういうのに豆腐入れて、湯豆腐。生姜スープにね、豆腐入れてね、湯豆腐にして、甘酒をこれから飲みます。豆腐はね、あれ、半分ぐらい食べてます。まだあります。これもいいね、この客が缶酒1本すんのにね。頭んな。もういいかね、じゃあ半分飲もうか、缶酒で。缶酒いきます。よし、乾杯。頭んね、こんだけ缶だけどね。12名さん、でもね、今日遅かったからこんな時間に飲んでます。ああ、もういいね。うわ、いいよ、早く寝なきゃ。ああ、疲れた。今日これであと半分でおしまい。だけはもうまた明日。湯豆腐をつまみながら噛むだけだ。あ、豆腐。豆腐ね。焼き豆腐。まあ、
そうか。じゃあ最後一杯いきます。これでおしまい。はい、乾杯。あれ、情熱ホルモンって今変わっちゃったのかな、僕。まっちゃんも情熱ホルモンがな、串揚げになって、串揚げ焼きになったんだけど、あれ、全国的に変わってんのかね、情熱ホルモンって。なりますね、うん、ね。今度行ってみようかな、情熱ホルモンのやつが入ったあれ、串揚げや、ね。今日は1号じゃないけどね、これ1号半ぐらい入るんだよ、これでかいからね。うん、これ豆腐はおしまい。ああ、じゃあ考えな。これ最後の汁も飲んでおしまいでしょうか。生姜汁。うん、汁がうまいね、これな。はい、おいしくいただきました。おしまいね、これはね。あ、わかった。ビーバル、そうなんだ、うん。僕買ってるやつ、ね、これか、ビーバル。これね、これね、これもう、あ、じゃあ取ってこないと、これ、留守だからさ、あれ、もう、外にいかな、ダメだったんだ。僕、電車と徒歩だからさ、車持ってないからさ、でもアウトドアできるんだよ、電車と徒歩でさ、バックパックに一式担いでさ。この楽しみ、この週末どこがあれ、ライベン新井テントのビビーシェルター、どんなもんかな、あれ、あれもコンパクトなんだよな。モンベルの11-12と比べてどんなもんかね。電車の塔だからね、あんまでかいテント持てないんだよね、僕はね。奥多摩越えで十分だ。上高地も有名だけどさ、でもね、長野上高地。でも、僕の予算だ、上高地は無理だ、行けない。お金ないから。交通費の問題で。奥多摩だったらもう電車とバスで2000円もあれば行きたいもんな。
傾きのやつが犠牲的じゃん。奥多摩川でいいや、僕は奥多摩小屋のんびりするのいいよね、休みの時にさ、奥多摩小屋のテントでのんびり最高だよね。じゃあ、これでおしまい。はあ、疲れた。あなたはした仕事ね。早く寝ないとな。疲れた。でも、もう14だね。あと2週間足らずでもう仕事を食べたもんな。そうだよ、忙しいって言ったら10日だ。まあ大体クリスマス前には大体一段落するもんな。クリスマス前まではなんとか、まだもうちょっと遅くなると思う。早いもんと今年もな、ね、あっという間だった。市民の生活に追われてて終わっちゃった感じだな。今週は行かないよ、大阪、うん。生きてる間ね、長い目で見てね。うん、その僕、両神さん行きたい、両神さん。この間、日帰り、あれ一泊で帰る。今度二泊で、両神さん。清滝小屋で、テント泊してきて。あそこいいよ、清滝小屋、両神さんの。中腹の半分ぐらいの京滝小屋、あれ無人の小屋なんだけどさ、ほんと普通に水も出てさあって、トイレも小綺麗で、あそこのテント場のトイレで最高だ。あそこ京滝小屋ね、昔品あれ山小屋だったみたいだからさ、今はさ山小屋やめちゃって、今そういった品小屋だなって、無人で使えるようになってんだけどね。名残で本当に今トイレも小切れでいい、あそこね。うん、疲れた。ああ足が痛い。また明日頑張ります。夜が明けたら2、3時間後には仕事だ。3、4時間か。もうちょっとね。埼玉の群馬寄りです、両神さん。群馬寄りね。埼玉の群馬寄り。群馬県のすぐ下。岡野町ってとこ。岡野町。わかるよ。岡野町って言えばね、地図は群馬のほんと下のところで埼玉ね。だバスもね、あれ駅からのバスは、その岡野町の町営のバスなのね。ああ、疲れた。じゃあ今日はこの辺で終わるんで、おやすみなさいね。またね、明日ね。おやすみなさい。終わります。ありがとうね、こんな時間にね。ありがとう。ルナさん、小松崎さん、どうもありがとう。おやすみなさい。一泊二日じゃあんなもんだよね、一泊二日。おやすみ、終わります。ではまた終わります。ではだね。
あ、でも、スティックも、おやすみなさい。ではまたね。ではまた、おやすみ。まあ、終わります。